おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。自民党派閥解散政局の構図は大公使会と財務省の補助線で見えてくるという高橋洋一さんの記事が夕刊フジの方に出ておりました。新体制となった自民党の財政健全化推進本部は本部長に就任した古川法務省。 古川元法務省、本部長代行に小渕裕子選対委員長、幹事長に青木参院議員といずれも茂木派からの大会を表明した面々が並んでいる。最高顧問は麻生太郎副総裁だ。今回の派閥解散を含む政局について筆者は財務省が一枚噛んでいると抗言してきた。もちろん筆者の邪推であるが、大きな政局の際に財務省が重要なプレイヤーになるのはこれまでの歴史が示している。 その観点から岸田首相が麻生氏に相談せずに岸田派を解散すると表明し麻生氏が激怒しているという政治報道について筆者は疑問だと言ってきたというふうにこれまで、えー、いろんな解説をされてきた面をお話ししてくださっていますね。今の財務省が大公地会復活を望むのは自然でありそこにキングメーカーになりたい麻生氏との協力タッグが密かに組まれたと考えた方が今回の政局を俯瞰的に見ることができる。 要するに大行誓い、財務省という補助線を引くと、今回の派閥解散の政局がすっきり見通しが良くなるのだというふうに改めておっしゃっていますね。で、他方自民党には政調会長のもとで、積極財政派が多い財政政策検討本部、本部長、西田議員もある。 検討本部は最高顧問だった安倍晋三元首相が2022年7月に暗殺された後23年6月に過度に緊縮的な財政運営は民間資金を減少させて経済にマイナスの影響を与えると岸田首相に提言した今回の政局でどのような動きになるだろうかというふうに言われていますねうんこの財務省よりの勢力 VS 政局財政 いうのがまだまだこれからも戦いが続いていくというような形になりそうですねそしてこちら自民保守系の議員グループ各週木曜日に会合を開催へというふうに言われています安倍元総理大臣を永久顧問として高市大臣が顧問を務める自民党の保守系の議員グループはこれまで各派閥の会合は行われていた木曜日に各週で会合を開くことになりました 党内の派閥が相次いで解散を決めたことを踏まえ、考えが近い議員に参加を呼びかけたいとしています。安倍元総理が生前顧問を務めた自民党の派閥横断の議員グループ、保守団結の会は、安倍首相永久顧問として高市大臣が顧問を務めていて、8日、党本部で開いた会合には解散が決まった安倍派の議員を中心に、10人余りが出席しました。会合では高市大臣が、 経済安全保障上重要な情報を扱う人の信頼性をあらかじめ国が認定し、えー、確認して認定するセキュリティクリアンス制度をテーマに講演を行いましたこれに先立ち高取修一衆院議員らグループのメンバーの一部が国会内で集まりこれまで各派閥の会合が行われていた木曜日の昼に各衆で会合を開くことを決めました グループでは、党内の派閥が相次いで解散を決めたことを踏まえ、憲法や安全保障などの官府分野で考えが近い議員に参加を呼びかけたいとしていますということなんですね。この保守団結の会が、高市大臣を迎えて勉強会をされていたというのは知ってたんですけども、各、各週木曜日に会合を開催というのはちょっと私存じ上げていなかったので、これ重要な内容ですよね。とてもこの保守系グループの重要な核になるような、そういうきだなと思ったので、 紹介させていたただきましたね長尾さんもいらっしゃいますし、えー、上野さんもいらっしゃいますね中村さんもいらっしゃいますね赤池さんもいらっしゃいますねで高市さんも,もちろんのこと、ね、いろんな方が集まっておられるということでこれちょっと大注目の動きですねそして、えー、高市さないしは正念場阿部イズム継承へ 保守派再結集の動き岩盤支持層が押す議員勢力の再編が鍵という鈴木さんがおっしゃっているようです自民党が政治と金の問題で大混乱する中保守系議員が動きを活発化させている安倍首相が強弾に倒れ安倍派は派閥解散を決めたが憲法改正や安定的な皇位継承などを重視する議員らが結集しつつあるのだ日本を取り巻く安全保障環境が激化している国家間や 安保戦略の希薄化は国難を加速させかねないアベイズムは国家間を共にする皆様にあ失礼しましたアベイズムは継承されるのか国家間を共にする皆様に絶好のタイミングでお話しできることをとても嬉しく思うと保守団結の会の勉強会でこうおっしゃったんですねうんセキュリティクリアランスは安倍氏の宿題とも位置づけられているということで担当する高市氏は正念場を迎えているというふうに言われていますね、はい、でこうした中 保守団結の会は今後月2回程度昼食会を開く方針。出席者らは、純粋な勉強会,勉強会で対話はないと語るが、保守派再結集の動きと見る向きもある。これとは別に、無派閥系の青山茂晴議員や和田正宗参院議員らも先月、祭りごと変革会議を立ち上げた。代表の青山氏は、次期総裁選への名出馬を明言している。 今後の動きをどう見るかジャーナリストの鈴木氏は岸田署が打ち出した派閥解消の本質は派閥再編だ自民党のかつての岩盤支持層は安倍氏が体現した保守政治を支持してきた保守系議員の再編も重要なポイントになると語ったということで、ね、この再編の動きの中で2つの大きな保守系のまとまりっていうのができてきているのかもしれませんねこれは大注目だなと感じております。 で、カル田さんが自民党で保守議員らが結集しつつあると勇敢富士当然だろう。 党内はどこを向いいてても四国に買われているような議員ばかりでしかも、清和会解体とともに積極財政派が交代し、財務省は笑いが止まらない、自民党保守団結の会で8日、国家間を共にする皆様に絶好のタイミングでお話しできることをとても嬉しく思うと、高市早苗氏が挨拶したのはまさに本音。9月の総裁選で保守現実派が政権を奪取できなければ、日本の前途は極めて厳しい、勇者はどこまで集うのかというふうに言われていますね。本当にここが 別れ目になりますね日本の行方のねそして二階さんの件で新たなニュースが出てきていました二階俊博元幹事長の秘書に罰金100万円公民権停止3年の略式命令東京関西自民党の派閥のパーティー権をめぐる事件でということで秘書さんがこのように略式命令を出されたということなんですね そしてこちら、拉致問題で林外相、韓国含む国際社会と緊密な連携重要、統一省発言の報道を受けというふうに言われています。林官房長官は9日の記者会見で、北朝鮮による日本人拉致問題をめぐり、韓国のキム・ヨン統一省が、脱北者から情報収集する方針を示したことについて、直接の評価を避けつつ、韓国を含めて国際社会と緊密に連携することも重要だと述べたというふうに言われていますね。今、水面下で北政権が、 北朝鮮との首脳会談をこう目論んでいるということが言われていまして、まあ、やることは大事なんですがうーん、本当の拉致問題解決とはいかない中途半端な形での問題解決をしようとしているのではないかみたいな私立アップのためにという話が出ていまして、これ要注意の動きの中でこのような話も出てきているということですね。 でこちらアメリカ選挙結果問わず同盟普遍岸田首相欠陥誌インタビューでというふうなことも出てきていました岸田首相は9日発売の欠陥誌「中央討論」掲載のインタビューで11月のアメリカ大統領選にトランプ前大統領が勝利する可能性を指摘され日米が重要な同盟関係にあるとの認識は選挙がどんな結果になっても普遍だと述べた 誰が勝つかを私の立場から言うのは控えるとした上で、対米関係を重視する日本の外交姿勢は変わらないと強調したということなんですけども、本音はどう思われているのか、うん、べったりの、アメリカ民主党よべったりというふうに言われていますので、本音はどう考えておられるんですかね。そして上川外相の動きです。上川外相、ウクライナの平和を強調、21日からブラジルで G20 会合、日本は欠席。 昨年欠席というふうに言われていますがこの G20 の外相会合について G20 での協力の基盤を揺るがしているロシアによるウクライナ侵略について一日も早くウクライナにおける公正かつ永続的な平和を実現する必要があると強調したいと語り会合出席への意欲を示したというふうに言われていますねそして、えー、上川氏は9日の会見で 紛争解決や平和構築に女性参画を進める、女性平和安全保障 WPS の重要性を強調し、本年の G20 での WPS に関する議論に貢献していきたいと語ったということで、これまた怪しいこと、ね、動きですよね。上川さんもアメリカ民主党よりというふうに言われていますけども、こういう、なんか、うん、アメリカ左派的な、 イメージがががとてててもそういうういいい匂するるような話が出てきているのでこれも要要注意だだななととチェックだなといいう,うに思っていますでこちら岩国市議会議員の石本隆さんのツイートでですね「上海電力岩国メガソーラーの全容が収まった資料を入手した」「クリーンエネルギーと言いながらこの豊かな山々を破壊し水源地を潰して巨大なメガソーラーを作るのだからまさに本末転倒」というふうに言われていましてこんなふうにずワー,ーってすごいことになっていますね。 でこれを西村晃司さんがこの計画は絶対に阻止しなければなりませんというふうに言われています。ねこのように山々本当に本末転倒な状況ですよね。 何でもななないいこととになっているなとつくづくづ思います皆さんはあここまでいろいろ紹介させていただきましたがいかがだったでしょうか皆様のぜひご意見などいただけたらと思うんですけどもここから先は一般公開で扱いにくいな情報を扱う部分はメンバーシップの方で紹介させていただきたいと思います概要欄の方からぜひご視聴ください一般社様はここまでですありがとうございましたというわけでこれもたくさん紹介したいんですが本日,は以上です本日もありがとうございましたそれではまた 通信最後やっぱりり動画で終わりたいいと思います本日はこちらすと勘違いしてそうな鳥さん平和な世界すぎるということで見てみましょうはいというわけでいかがでしょうか完全にすと勘違いしてますねでこの猫さんも悟ってますね <laughs> 無の状態がいらっしゃいますね無の状態でいらっしゃいますねはい、私も無の状態ですと勘違いしてもらいますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた